はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回ね、何するかというと、こちらですね。こちらはね、文芸の秋号なんですけど、この中に安藤補正さんのね、明細色の男という小説が入っています。これは今回の芥川賞の候補作となっておりますね。 明細色の男ね、めっちゃ良かったね。一つ社会派っていうのもあるんだろうけど、ミステリーっていうね、構造に、ね、なってるとも思いましたね。はい。まあ、早速やっていきましょう。あ,のあらすじ行きますと、まず舞台が2018年の12月の23日なんですよね。主人公が名前がないんですよね。会社に勤務してんだけど、そこでのあだ名はノンプレイヤーキャラクターって言って、NPC って呼ばれてるんですよね。 その主人公はね、ファイトクラブっていう名前のね、謎の施設に通ってんですね。で、そこはね、言ってしまうと男と男の発展場なんですよね。ゲイ同士がもう性的なことをするための施設なんですよ。で、そこに通ってる主人公だけど、主人公はね、ミックスなんですね。いわゆるブラックミックスなんで、黒人と日本人のハーフと、肌も黒いと、身長がね、190センチあるって書いてるんですよ。で、26歳ね。 で、その男とね、仲いいね、イブキっていう男がいいんですね。イブキもブラックミックスで同じ26歳なんですよ。で、結構体の関係をよくやってんだけど、このイブキはね、 動画配信サイトみたいのをやってて、で、有料チャンネルみたいにやってて、で、それは男と男が絡むっていう、まあ、アダルトの有料チャンネルを自分でやって、それでお金を得ているっていう男で、このいぶきってね、実はね、安藤星さんの一個前のジャクソン一人に出てくるいぶきっぽいんですよね。ジャクソン一人にもいぶきっていう男が出てきて、この人も配信サイトやってるから、 おそらくドイツ人物か、ある種のパラレルワールドみたいな感じかなと思いますね。で、ここで一つ事件が起こって、主人公とね、いぶきがね、いつもの通りイチャイチャしてるわけよ。で、ファイトクラブはね、結構いろんな人とこう性的接触できるから、いぶきも違う人とか、自分も違う人って多分やってんだと思うんだけど、急にね、ある日ね、この12月23日に、 息吹がね、血まみれの状態で発見されると。で、これ死んでないっぽいんですよね。後に病院に送られた送られてないみたいなことを多分主人公が言ってるから、多分死んではないんだけど、もう血まみれで血と排泄物の匂いがめちゃくちゃすごくて、 あと、ティッシュね。まあ、そういう施設なんで、ティッシュがゴミ箱にいっぱい入ってんだけど、そのゴミ箱のティッシュが、めちゃくちゃその息吹の周りにつけられてると。結構恥ずかしめる感じの発見をされたと。で、これ主人公見てんですよね。主人公は息吹どこかなって言って探したら、ある部屋があって、そこで息吹がその状態で発見されて、その発展場ではね、20人ぐらいの人物がいるんだけど、みんな結構ね、そそくさと帰っていくんですね。 これ誰かが警察呼ぶとかじゃなくて、俺 C ランペみたいなで、どんどん帰っていくと。で、これ主人公もそうするんですよね。で、これで一つ理由があって、 そにはは職職場場がああるるわけねでそのでででゲイであるっっててことは言ってないんですよ、ね、だから、これ事件に巻き込まれた時に、警察から例えば連絡とかが来て、そのファイトクラブっていう施設でね、障害事件が起こったってことで、まあ、参考人とかね、まあ、第一発見者とかで呼ばれた時に、これ職場に連絡が来るんじゃないかとか、職場まで警察が来るんじゃないかって思った時に、そうなると、なぜ自分はファイトクラブって っいうところにいたのか、っていうことを会社に言わなきゃいけなくなって、自分がゲイだって発覚する。いわゆるアウティングされてしまうんじゃないか。っていう。恐怖が主人公にあるから、主人公はその事件があってもね。帰らざるを得なかったと。とまあ、そうなんだけど。まあその後もちろん発覚して。 で、警察とかが、まあ、ファイトクラブの周りに結構いるようになったと。で、主人公は、これ誰がね、息吹をね、こんなことしたのかと。だからこれミステリーみたいになってくるんだよね。で、それでね、もう結構半分ぐらい行った時に、第三の男が出てくるんですね。単一な男っていう、そういうやつ出てくるんですよ。で、その単一な男にも名前がないんだけど、そいつはね、日本人っぽいんですね。肌がイエローって書いてて、ブラックミックスじゃないんですね。まあ、その男も、ファイトクラブに、 入っていてで、主人公となんやかんやでね、恋人みたいになるんだよね。 その単一な男っていうのは、最初ね、なんか主人公は、そいつは普通の人かなと思ってたんだけど、裏で結構悪いことしてるっていうことが分かってきて、で、この、明細色の男っていうタイトルは、多分、こいつのことを言ってるっていう考え方もできるんだけど、それ単一ではなくて、明細していると。隠している。で、その明細がどんどん剥がれていって、主人公が、こいつが息吹やったんじゃないかと思うわけよ。で、本当に最後のレストランのシーンっていうのがあって、人 ちょっとトイレでやろうぜっていうことだって2人でトイレ行ってもとんでもないことが起こるっていうこのオチねめちゃくちゃすごいと思ったねまあこれは僕の感想になりますけどこれまあ最後の最後で出てくるからねこれちょっと言っときたいのはヘイトクライムをテーマにしているってことですよね ヘイトクライムっていうのは何かっていうと、憎悪犯罪っていうので、つまり相手がもう黒人だから相手に犯罪を犯すとかね。相手が同性愛だから相手を殺すとかね。そういう犯罪をヘイトクライムっていうわけよ。これでっ言っちゃうとね、これ最初のイブキが血まみれになった事件っていうのは、これヘイトクライムだって主流行は考えてるわけですね。ということはこれで、イブキが刺されたのはなぜかって、 っていう、ホワイダニットはブラックミックスだからっていうだけなんですよね。 これ例えばミステリーっていうさ、枠組みで考えた時ですよ。近代地とかコナンくんとかがあった時に、そういうオチって基本的にはないし、多分許されないんだけど、だけど、現実では全然あり得るわけですよね。ヘイトクライムで相手が死ぬみたいなことは全然あり得るわけですよね。ミステリーをぶっ壊してるミステリーっていうか、もっと現実に即して、こんな殺人も本当はあるんだよっていうことを言いたいんじゃないかって僕は思うわけ。 で、これ後半のね、引用になるけど、ヘイトクライムの犯罪者と被害者にはほとんどの場合、セット 接点がないっていうことなんですね。主人公は最初、イブキがね、まあ、支えたことは、イブキに対するね、まあ、愛情だったり、もしくは憎悪だったりが、誰かがあって、それでイブキが支えたんじゃないかって思ったんだけど、そうじゃないと。ヘイトクライムっていうのは本当に単純な犯罪で、相手が黒人だからっていうだけで、その二人にはもうそもそも接点がなくても、そういうことはあり得るんだっていうことなんですよね。で、それをね、最後の最後、うまく理解して、 利用してんですよね。主人公はブラックミックスで、しかもゲイであるっていうね。まあ、ダブルでバイノリティがあるわけなんだけど、ていうかこれ二つはヘイトクライムの対象になり得るわけですね。 だから、自分は常に被害者なんだと。自分が例えば加害をするとするじゃないですか。まあ、主人公が誰かをナイフで刺したりとかするじゃないですか。そうすると、まず自分は加害者であるってことは、認識されないと。なぜなら、ヘイトクライムという文脈がある限り、自分は被害者になり得るんだから。だから自分が被害者であるっていうことで、明細できると。 これね、最後のうち言わないとなかなか伝えづらいっていうか、わかりづらい説明かもしれないんだけど、息吹が刺されたことと、あと、最後にね、すっごい次元が起こるんですけど、こやってかなりね、似ているっていうか、まあ、この小説の中でも言われるのは、一人ずつ役がずれて、 知らない男が犯人で彼が被害者でそして空席だった恋人の役に私がそれぞれ明細していたって書かれるわけよ。最後の最後のね、まあ、言わないけど、とんでもない事件が起こるんだけど、そこに第四の男がやってくると。で、第四の男が今までの三人の配置に入ってきて、一個ずつずれて、結局この三角形ができて、この三角形が強調されるってことだから、 結局やりたいことは、まあ、この三角形を示したいというのが一つテーマだろうし、めちゃくちゃね、話シンプルで読みやすいし、メッセージドカってくる感じは僕はしたんだよね。えっと、これね、定数をね、つけてみると。 明細色の男の点数は90点ですね、まあ。とても面白かったです。ブラックミックスをね、テーマにしてるっていうか、ま,あ、まだ2作品目ですけど、連続で書いてる作家はもう安藤補正しか今んところいないとは思うから、日本ではね。僕、ジャクソン一人よりかは、めちゃくちゃわかりやすかったと思うんですよ。ジャクソン一人って結構ね、複雑なことやってるような気がするよ。まあ、それを一回シンプルにしたっていうのがあるんじゃないかな。 ただ今回ね、芥川賞の候補で、社会派がかなり多くて、明細色の男でしょう。で、ブルーもそうでしょう。で、東京都、道場等も、まあそう言ってもいいと思うんですけど、まあ、その中でどうやって戦っていけるかっていう感じはあるとは思うんですけどね。 そんな感じでね、芥川賞候補は残り一つです。ミキミナさんのアイスネルワイゼを残していますんで、まあ、それまたね、読んだらね、動画にしようかと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じで、今回はね、終わります。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではでは、スカちゃんでした。バイバイ